おはようございます、今回は新しい武器が2つ加わるということで頑張って早起きしました。やっていきましょう、スプラトゥーン、イエーイ。で、今回はですね、なんかね、変わった武器、今までにない変わった武器が加わるということでアップデート情報です。なんでなんで新しい武器が追加されたよ。これ14式竹筒銃でいいの、こうで L3 リールガン D ってなんだろうね。はい、この2つが加わったみたいです。で、あの竹筒銃っていうのがジャンルとしてはチャージャーらしいんだけど、まあ、結構威力は低いんだけど溜めがすごい早いという、まあクイック式チャージャーみたいな、そんな感じなのかな。あのスクイックリンっていう、チャージャーの武器があるんですけど、私はちょっと使ったことがないんですね。まああのスクイックシンと呼ばれてるぐらい、まあ素晴らしい武器ではあるんです。それよりも射程が短くて、チャージが早い武器らしいですね。ただチャージャーの中では珍しくワンパンではなくて二角確定らしいですね。はい、ラッシュ怪しいバトルで活かせる武器を見ていくですし、君のランクで扱える新しい武器があるでし、早く買ってたくさん可愛がるでし、この L3 リールガン D ってなんだろうね。 L3 リールガンって俺使ったことないんだけど、メインウェポンの L3 リールガンは、リールガンにメーカーのエンブレルがあしらわれた特別モデルでし、メインの性能は同じなのですが、構成がクイックボム強いよね。と大王位か、めちゃめちゃ強くないかこの構成。一番強いサブウェポンと、まあ、2、3番目ぐらいに強いダイオウイカ。一番俺、トルネードじゃない、なんだっけ、スーパーショットだと思ってんだけど、クイックオブでダメージを与えたところにショットを打ち込む、扱いやすいので、L3 リールガン初心者にもおすすめですし、あ、じゃあちょっと使ってみようかな。さらに君のリンクなら、14式竹筒銃、こうも扱っていい頃ですし、このメインウェポンの、竹筒式銃、こうは、伝説の部隊の司令官が持っていたものを現代のバトル用に復刻したものですし、なんか、古の大縄張りバトルとかいうので使われてたんだよね。見た目も当時のものを忠実に再現してて、ノスタルジックなんですが、インクの射程や攻撃力は他のチャージャーに劣るですし、が、チャージが連射が速く、最大チャージ後の機動力も高いので、スプラッシュシールドを中心に打ってしまう。シールドも強いわな。シールドめちゃめちゃ強いわ。そしてメガホンレーザーをぶっ放して大暴れ。伝説の司令官になりきって可愛がってほしいですし、メガホンレーザーはちょっとね、強化されたんだよね。溜めが速くなったんだっけ？うん。ならしいですけれど、ちょっと試してみようか。リールガン。リールガンってどうなの？ジャンル的にはホットブラスターみたいな、そんな感じなのかな？ちょっと練習したかったんだけど、ちょっと買ってみようか。あ、待って、試し打ちしよう、試し打ち。どんな感じなの？多分、ホットブラスターと同じような感じだと思うけど、ちょっと見てみましょうか。これで？あ、全然違かった。あ、え？あ、押しっぱなしじゃ連射できないんだ。なるほど、ちょびっと出して、ちょびっと出して、ちょびっと出してみたいな。あ、なるほどね。一角ではないと。あー、なるほど。あ、じゃあこれ、あれか、パブロみたいに連打しなきゃいけないんだ、自分の手で。あー、なるほどね。あ、でも速くていいじゃん。ねえ、速いし、結構連射速度もね、速いしね。いいじゃないこれ。あ、俺好きかもしんない。これさ、クイックボムでやった後攻撃すりゃいいんじゃない？あ、強い、速い、これいいね。これいいわ。俺使いたいかもしんない、俺 L3 リール。なるほど。で、スペシャルはダイオウイカでしょ？迫られて、やべやべ、来ちゃった、怖いよって、敵が来て、やばい、来てるっていう時にダイオウイカで、おらっしゃいってできると。あ、いいね、ダイオウイカ好き。上登っていこうか。お、これで、あ、射線は見えるんだ、やっぱり。で、87。フルチャージでも87なんだ。あ、近くで撃っても同じか。え、これ結構きつくない？あ、でも、速い。チャージャーの割には速いね。飛距離も結構ある感じか。どれぐらい？距離的には。あー、これって、そこそこ、スクイックユニよりは長いのかな？同じくらいか。塗り精度もそんなに良くないと。フルチャージだったらだけど、溜めないと。あ、溜めないと。あ、溜めなければもう、結構飛距離出るんだね。ダメージ的には。32か。あ、じゃあ、こうやって撃った後連打すればいいんじゃない？あ、それで勝てるなら、なかなか強くない？それで。チャージも速いし。あ、速い。いいかもしんないね。おー、なるほど。2回連続してチャージをする必要がないと。これ、連打でも倒せるんじゃない？連打でも一応倒せるんだ。
あーで近づいてきた敵にもなかなか使いやすいと。でシールドを放ちつつこれで撃って攻撃すると。なるほどね、よいしょ、なるほどね、わかりました。試し撃ちしてみようか、試し撃ちじゃねえ、試合でちょっと実際使ってみようかね、どんな感じになるか。おブラックバースパーク、ここ結構入り組んでるんでね、相手にローラーがいるときついんですけれど、こっちはシューター3人と竹筒くんがいるね。ローラーもいる、リッターもいる。リッターねー、ダイナモちゃんでやってるときはかなり苦手意識があったけど、シューターなら一矢報いることができるんじゃないかな。俺なんか弾の出方がリアルじゃね大丈夫、これ規制されない、大丈夫だよね。お、右側で戦ってるね。お、チャージャー VS チャージャーかな、ちょっと援護してあげないと。上からくらい、やがれ、あ、しゃしゃ、ほらほらほら、よし全然援助できてなかった。いやでも視線をそらすことはできたかな。オッケーオッケー。これ塗るのってあんまり得意ではないのかな、この武器は。どうなんだろう、私あの無印の方の リールガンの方はやったことがないんですけれど、どっちかというと対人戦に特化してるのかな。だったらキルしに行った方がいいのかな。あ、いた、よいしょ、あそこゴム飛距離アップさせてねんだ、忘れてた。ゴム飛距離アップさせるとあそこで2発連続で当てて倒すことができるんですけれど、またチャージャーいるよ、もうチャージャー怖い、チャージャー来ないで、チャージャー恐怖症なんです。シューターを持っててもダイナモンの時の恐怖がまだ蘇るんで、私はね、あの近づきたくないです。あぶねー、危ねー、運が良かった。あ、なんかもがいてる、さようなら、ごめんね。よし、これ連打しなきゃ撃てないってなんかすっげー怖いわ。私あの一応パブロはやったんだけど、こういうなんか連打しながらやんなきゃいけない系って難しいよね。私苦手なんです、こういうの。逃がさねえぜ。あ、めっちゃ近づいちゃった。オーケーオーケー、いいぞいいぞ。あー、もうわちゃこらわちゃこらしてるよ、さっきから動きに洗練さを感じないよね。もうわちゃ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 してる。でも大丈夫、勝てばいいんです。わちゃわちゃしててもいいの、無様な。うわー、嘘でしょ、これ。リッター怖い、リッター近づかないで、もう勝てばいいです。無様な勝利でもいいんですよ。ふいゅふいゅふいゅ、あ、やばい、見つけるね。お願い来ないで、私今もうインクがないんです、インクがないんです、許して。あー、安らぐ。うーん、これとか、あれ来ない感じ。あ、よかった、深追いしないタイプの人ね、よかったよかった、そういう人大好き。突撃されると一番困るんだよね、もう焦っちゃうんで。さあどうするか、私もちょっと行きたいんだけど、ちょっとこれ塗っとこうかね。これね、時間稼ぎをしよう、そう、死にたくないんで大丈夫、あ、そこにいる、なぜここまで来たし、さようなら棚からボタン持ち、いいぞ。こうやって不意打ちでしか私勝てないんで、不意打ちを狙っていきますよ。立ち回りで勝つ。あー、そこにいる、やったー、棚からボタン持ちいいぞ、さっきからぶっかけプレイがいいぞ。ちょっと出しちょっと出しでたくさんの人にぶっかけられる、いいね、この武器好きかもしれない。一気にドパーと出すダイナモじゃなくて、これ小出し小出しにしていく感じ。はい、嘘でしょ、射線を、ね、見せないで。あーん、どっこいしょ、2発、あ、くそ、ダメだ、ここはきついんで逃げて、ちょいちょいちょい、ううう、あのリッター俺のことずっと狙ってるぞ。あー、なんか一人来た、怖い怖い、ごめんなさいそうね、いいぞ、クイックボムなら何回か使ったことあるから。まあ嘘でしょ、あ、このリッターちゃんこっちの方か、クイックボム持ってない方なのね。あー、危ね、ギリギリ、はい、さようならの時間だよ、ごめんね、はははは、恐怖だろうな今の。リッターでシューターに囲まれるっていうのは。さ、これは勝ったかな、結構圧勝、一回も死んでないじゃない、これもしかして。いいじゃない、何人ぐらい倒した、4人ぐらい倒したっけ覚えてない、6人ぐらい倒したかな。あ、でもちょっとギリギリかな、でもそこまで、あ、全然余裕でした、ありがとうございます。イエス、いいじゃないいいじゃない、面白いねこの武器、やっぱクイックボムが強いんだな、クイックボムあるだけで強いわ。 8-0 やった、塗り手はちょっと曲げちゃったけど 8-0 ありがとうございます。お、箱具いいね、ここ好き、ここは結構ね、防衛しやすいというか、あんまり奥まで行っちゃうと逆転負けすることが多いんですけれど、ちょ、まあ、中央さえ取っちゃえば勝ちなんでね、行きましょう。さ、ダイナムちゃんが味方にいるのかな、結構心強いわな、このステージダイナもかなり有利なんでね。よいしょ、有利っていうか立ち回りがしやすいのかな。お、これは竹筒ちゃんかな、よいしょ、どこいた、こっち、ほれ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 、いいぞ。さ、逃げて逃げて、あまり塗るのはどっかしてないで、塗るのは任せた方がいいような気もするけど、まあ、縄張りバトルなんでね。あ、これなんだ、ホットブラスター、ラビットブラスター、どっちだろう、ロングブラスターかな。ああいう爆発系は普通にまともに打ち合うよりも、クイックボムが有用ですから。あ、そう、また距離つけてないの忘れてた。ボム飛距離アップ、頭につけて、うぶね、つけてきた方がいいかな。よし、リンク効率アップよりも飛距離アップの方がいいような気がする。クイックボム強いからね。うん、どや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 、危ね、よいしょ、危ね、いいねいいね、
怖い怖い。あ、あれはちょっと、そうですか、倒しに行くか。バリアは油断させといて引きつけてくれてるから、俺はこっち側から。あれ、いない、いた。これこれ、よいしょよいしょしょ、ごめんね後ろからじゃないと私勝てないんで、積極的に狙っていきますよ、後ろからはね。エイムで勝てない分立ち回りで勝つ。いいぞいいぞ。さあ、どうするか。怖いよ怖いよ。よいしょい、ごめんね今の使う必要なかったかなと思ったけど、まあ、後ろにね、チャージャーらしき人がいたから、こうちょこだったかな。またあのバカちゃん、バカちゃん怖いよ。俺のこと狙わんといて。それとりあえず壊しといて、シールド早めに壊しとこう。あ、まずいまずい、危ねえ危ねえ危ねえ、よかった。はい、ごめんね。よしよし、まともに打ち合ってたら負けちゃうんでね、奇襲作戦でいきますよ。さあ、ダイナムちゃんがいい仕事してくれてるね。ふれふれふれ、どやどやだ危ねえ。ぬいぬいぬい、クイックボム好き、クイックボムいいよね。もう全ての武器にクイックボムが欲しいわ。ほれー、はい、ごめんね普通にシューターとして活躍するもクイックボムで倒した方が楽っていうね。いいねいいね、クイックボムは弱体化すべきだと思うんだけど、どうだろうね。さあ、行くぜ行くぜ。3発確定ぐらいになればね、ちょうどいいぐらいな、これぐらいはかなり強いサブウェポンではあるんだけれども。さあ、どうするか。あ、溜まったね、溜まったから使いたいけど、まあ、ダイオイカちゃんはね、別にいいかな。よし、ピンチの時に使いましょう。キルできる時に倒しましょう。もうこれはいい感じに防衛できてるからね。危ないよ、そこ足場作ってあげなきゃ。そう、ダイナモちゃんはほんと足場一回奪われちゃうとね、ジャンプショットができなくなるんで、ほんと辛いんですよね。なのでね、足場を作っていただけるとかなり楽なんです。さあ、どこにいるか。あそこにスプリンクはなかなか俺にはなかった発想だな。今度やってみようあまり塗り範囲は広くないけど、あまり壊されないかもね、こうやって攻めてるときは。あ、こっち来てるね。どこだ、来てない、上から撃っただけか。なるほど、よし、あ、いた、やっぱりいた。この野郎、そんなところに隠れてやがって。どれ、あれ、これ、どういった、逃がさねえぜ。ほい、ほいしょ、どういった、どういった、くそ見失った最後逃げられてしまったが、あ、直線上に逃げたのね。くそ、見失ってた。まあ、勝ちました、ありがとうございます。圧勝だったね。今回あんまキルはできなかったけど、一回も死ななかったし、いいかな。ありがとうございます。4人ぐらい倒した。あ、6-0 か。ありがとうございます。イエスイエス。楽しいね、この武器。